もともとは、日本における1940年前後の新聞統制において、複数の府県にまたがって配布することを認められた四詞を、指す表現であったが、戦後は意味が曖昧になり、本来の四詞以外の有力な地方紙の中に、ブロック紙として扱われたり、ブロック紙を自称するものが現れるようになった。 太平洋戦争時の統制経済体制において、全国を販売地域とした、全国市と多一の都府県のみを販売地域とした、県市の他に、複数の都府県での販売が認められた、地方市があり、それらをブロック市と称した。すなわち、東京新聞、中部日本新聞、大阪新聞、西日本新聞の4市である。戦後になり、 剣士の中から前述の四子と同程度の発行部数や社会的影響力を持つ者が現れ、それらがブロック史を自称し、または多少されるようになった。詳しくは口述する。なお、東京新聞は1963年に中日新聞社の参加に入り、さらに1967年からは、 中日新聞東京本社が編集と発行を行うようになったため、単独のブロック紙としては扱われない場合がある。また、大阪新聞は戦後、大阪府内を主な販売エリアとする地方紙となり、事実上ブロック紙ではなくなった後も、大阪ローカルの有観紙として存続したが、2002年に産経新聞と紙面統合して休刊し、2004年には発行元である。 大阪新聞社が産業経済新聞社に吸収合併されるに至った。よって、戦中から引き続いてブロック紙であり続けているのは中日新聞と西日本新聞ということになる。全国紙以外の新聞においての二つの指標からブロック紙とされる新聞がいくつかある。両方の条件を満たすブロック紙としてブロック紙三者連合を構成する北海道新聞。 中日新聞、西日本新聞の三紙がある。国立国会図書館もこれらの三紙をブロック紙の例としている。これらの新聞は発行部数が多く、一般購読者も広い地域に分布している。北海道新聞社、中日新聞社、西日本新聞社の三社はブロック紙三社連合を結成している。 北海道は一つの地方で一つの地方自治体となっているため、県市とブロック市の二つの性質を有しているとされる。また、発行部数は北海道、中日、西日本の三市より少ないが、広域的な影響力がある河北新報と中国新聞の二市をブロック市に加える場合が多い。これら二市の実態は、河北新報が仙台都市圏、 中国新聞が、広島都市圏のローカル市もしくは、各々の県の、県市という性格が強く、上記の三市のような一般公読者が、広域に多数存在するブロック市とは異なる。河北新報は、岩手県内における、仙台藩と一ノ関藩の領域にあたる、道県南部、中国新聞は、広島都市圏に隣接する岩国市など、 山口県東部にそれぞれ県境を越えてある程度まとまった部数を配布しているがそれでもそれぞれの発行地における普及率よりかなり低い水準にとどまっているしかしそれぞれ東北地方および中国地方という地域ブロックを取材並びに販売の対象地域としているためそれらのブロック内の政治経済を広く俯瞰することが必要な地方自治体や 地方企業にとっては重要な情報源となっている。すなわち、メインエリアの県外では、家庭での購読よりも、職場での購読を主としており、発行部数よりも、地方ブロックでの影響力から見たブロック誌と言える。西日本新聞も九州全域において、取材や影響力の面で、一定の機能を果たしてはいるものの、福岡県以外の九州各県での普及率は、 低水準であることを踏まえれば、河北新報と中国新聞は西日本新聞に準ずる存在としてブロックし扱いされているものと理解できる。このほか広域的な影響力はあまりないが、発行部数が一般的な剣士より多いという理由で、静岡新聞、新潟日報、品の毎日新聞、京都新聞、神戸新聞、 山陽新聞など有力な地方紙のいくつかをブロック紙に準ずるものとして扱うことがある。これらの新聞が拠点とする県には日本経済を支える国内有力企業が一定数存在し情報ソースとなるこれらの新聞の影響力が他のブロック紙に準ずるとみなすこともできるため広域的な影響力はなくともブロック紙と同列視される場合もある。なお、 京都新聞をブロック紙に順じて扱う立場は、同紙が滋賀県にかつて存在した県市滋賀日日新聞を統合し、現在の配布県が二府県にまたがっていることを根拠の一つとしている。また、山陽新聞も広島県東部向けの広島版、香川県向けの香川版を発行しており、配布県が三県にまたがっていることを根拠の一つとしている。 さらに、歴史的経過から、林県の一部地域でも配布を行っている、北国新聞や日本海新聞、山陰中央新報、南日本新聞などを、ブロック市と捉える記述も参見されるが、いずれも、拠点とする、都道府県以外での発行部数、普及率は、微々たるものであり、一般的な理解ではない。また、通常は、全国誌として扱われる、産経新聞について、 発行部数の多くが関東、関西の両都市部で占められていること。全国の地方新聞社が加盟している47クラブに発祥の地である大阪府の新聞社として参加していることなどから稀にブロック紙として扱われる。経済誌としては愛知県を中心とした東海4県の経済情報を扱う中部経済新聞があり、同誌のホームページでは 全国唯一のブロック経済史を称している。ただし、発行部数は東海4県のすべてを合計しても、約10万部程度にとどまっている。ありがとうございます。